た魔法の本。ただいま。私、木之本さくら、友枝小学校の4年生。好きな科目は体育と音楽。嫌いな科目は算数。とりあえず元気が取り柄の女の子。帰りは9時になります。おやつは冷蔵庫の中にあります。はや、お父さん遅いんだ。ただいま、お母さん。私のお母さん、木之本なでしこさん。私が3歳の時に亡くなったの。音楽でも聴こうかな。何か面白い番組やってないかな。あ、冷蔵庫におやつがあったんだ。あ、プリンだ。お父さんのプリン大好き。プリン、お兄ちゃんにも取っといてあげないとね。あとはお兄ちゃんの分。誰かいるの？お兄ちゃんもお父さんもいないのに。やっぱりお父さんの地下室からだ。どうしよう、泥棒さんだったら。誰かいたら警察さんを呼ぼう。何もいないみたい。なんで崩れたの？触ってないのに。本棚の中には何もいないよね。怖いよ。え？ウィンディー。
これ、え、こにゃにゃチーム、いやー、あんさんよーわいを目覚めさせてくれたわ。大阪弁、わいはケルベロス。ケル、この本の守護者や。気持ちよかったもんで、ね、ついうっかり30年も寝てしもったわ。じゃあ、あの音はいびきだったのね。人生いろいろや、うっしゃの中にはな、黒カードが入っとったんや。黒カード？黒カード、その封印が解かれるとき、この世に災いが訪れる。そのカードはクローリードっちゅうすごい魔術師が作った特別なカードでな、一枚一枚が生きててすごい力が宿っとるんやが、それぞれ好き勝手に行動したがりよる上に、波のもんでは歯が立たん。せやからクロー自身がこの本を作って、封印の獣であるワイを本の表紙に置いたんや。とにかくこの本を開けれたっちゅうことは、多少なりとも魔力を持ってるっちゅうこっちゃ。お前さん名前は？さくら。よっしゃさくら、そこ立ってみ。あれ、封印の鍵よ。何時との契約を望む者がここにいる。少女、名をさくら。鍵よ、少女に力を与えよ。レリーズ！さくら、杖を取るんや。キャプターの誕生や！へー！絶対絶対絶対無理！さくら！なにあれ？クローカードや。あら、フライのカードやな。感心しとる場合かい、早せんか。何を？カードキャプターさくらの初仕事や。さくら、フライがこっちに飛んできよるで。あんなに当たったら吹き飛ばされてまう。やつの動きをよく見て避けるんや。上からの攻撃ならしゃがみ、低いとこから来たらジャンプや。避け続けとったらきっとチャンスが来るはずや。頑張るんやで、さくら。Yeah!
せっかく捕まえたカードや。早速使ってみ。これはどんなことができるの？まあやってみて。フライ。どうや、気持ちええやろ。うん。これからもよろしくな、カードキャプターさくら。本当にびっくりすることがありました。地下のお父さんの書庫で見つけた本からオレンジ色のぬいぐるみさんが出てきたんです。オレンジ色で白い羽が生えてて長い尻尾があって大阪弁が喋れるぬいぐるみさんです。ぬいぐるみさんはケルベロスというそうです。でも長いのでケロちゃんと呼ぶことにしました。そのケロちゃんのせいで、私のせいもあるけど、私はクローカードという魔法の力を持ったカードを探すことになってしまいました。はう、そんなこと私には絶対無理って言ったのに、ケロちゃんは聞いてくれません。そのまま外に連れ出されて、なんとかフライのカードを捕まえましたけど、やっぱり私にカードキャプターなんか無理です。